旧和者ビクオレ以外に誰がミオリネを救えるんだ？に対する曇らせ隊の反応集。今となってはうわー、なセリフでしかない。この時点でノウリのどこかにテロがちらついてた決闘後に吹っ切れたと思うとどの口が。いやこの時にはいつか計画を実行に。って感じにはなってたと思う。シャディクが動き始めた理由ってビムに便乗したからだし。ここのシャディクというか今までを通してのシャディクってミオリネ関係がバグり散らかしてる。力になりたい協力させてくれこれで大体丸く収まってたのくさ。結局シャディクが何やってもとっとと告白してればもっとうまくできたってなるのくさ。カブガン設立後なら信用できないで終わるやろガンダムアレルギーのグラスレイが協力するわけがないしシャディクのうさんくささは変わらん。グエルに嫁がせれば幸せとか考えてるヘタレだし。幸せになるとは思ってないと思うよ実際幸せじゃなかったしそれでも何もしなかった。なんとなく納得してしまったもっとわがままになってもよかったんだよね。救えると思ってたのならトロフィーにされた時点で救いに行けって話だからもうとても今さら。救うって言い方が対等な態度を感じさせないんだよな。でもこいつの誠実は俺以外の選択肢があったら俺以外が選ばれてしまうって卑屈さだと思う。図らずもうてなおまあ十っぽくなってるね。若葉に言ってた、今助けてあげるってやつ。どっちかっつうと俺の女になれそしたら守ってやれるって冬目のあれに近いのでは。それ言えるならとっくに温室入ってないかな。キモいカゴの中のミオリネとナイトの自分みたいな配役に酔いすぎてる。でもこの生々しさ超好きになってきたいけるところまで行ってほしい。一応サリウスの命令で決闘でガンダムとガンダムを研究するを奪えという流れになっていたはずだけど、ミオリネはそれを知らんし教えてもらってないシャディクとしては会社を存続させてやる代わりに自分をかませろというだけの取引ミオリネにはシャディクがのし上がるために会社を散奪しようとしているように見える。いろんな意味でキモいよな。キャラヘイトのつもりじゃないけど、わかるキャラヘイトのつもりじゃないけどキモい以外に言葉が見当たらない。ガンダム風に言うとキモいじゃなく情けないと言うと多少はお柔らかくなる。高貴なものに憧れる癒しきもの高貴なもの同士が結ばれるなら不満があっても納得するが、そうでないものが高貴なものに近づいたならそれなら俺にこそ権利があると暴れ出す。これはあるやろうな決闘中はだいぶエスカレートしてた。この辺はシャディクの背後に議会連合があったと考えると色々見方が変わってくるかもしれないのが面白い。当事者面した傍観者やからな基本的に後方腕組みしかしてねえ。に見せた当事者のような気もするがなぁ。いや傍観者だろ強火の厄介犯。解放されて幸せになってから横槍入れ始めるのは意味わからないよ。良くも悪くも彗星で一番ガンダムキャラだと感じている。アナザーガンダムなのにこいつだけ宇宙世紀の空気ある。後から見るとみんな決闘やる気になってんのに一人だけやめろとか騒いでるのが笑う決闘に興味ないどころか嫌いまであるだろ。一応横槍入れ始めたのはガンダム社からだということを忘れてはならない。この時の提案も彗星ちゃんと引き剥がすようなものではなかったし。正直ないと気取りとかその辺ピンとこなくてもうちょい描写待ち踏み出さなかった理由をもう少しはっきり書いてほしい。尺足りないから口で言わせるとかでもいいから。話あたりの挙動がむしろ暴走やバグに近くて踏み出さない理由は明白じゃないの。今となってはどころか初めて聞いた時からうわぁ。だったよ。ガンダムについて色々知ってるからこそガンダムの呪いごと引き受けようとするミオリネを引き離したかったってこと？もあるかもしれないしガンダムの利権がスペだけで回るのは勘弁ってのもあるかも、せめて流通の流れを知りたいとか。ガンダム社の継続自体はシャディクも賛同してたよつまりただ隣でシャディク目線で綺麗なミオリネを守りたかっただけ。要は陰謀の舞台に立って欲しくないんだよねグエルの時と違ってスレッタはミオリネの方が守りに行かなきゃいけないから。まあこれはねスレッタが何も知らないのはわかってるだろうし君は悪くないけど君が陰謀に巻き込まれるとミオリネがこっちに来てしまうみたいなのはあったのかもしれない。グエルが単独こうしてる時はこいつのシナリオだけガンダムしてるなんて言われてたがキャラの性格的なものはシャディクの方がガンダムしてるなぁ。
シャディクもガンダムのこじらせた大人キャラにありがちな性格だけど、グエルも目の前の他人の悲劇をなんとかしようとしてなんとかならなくて、クモルトことかガンダム主人公だし、そこはこうおつつけがたい。それは別にガンダム主人公に限ったわけでなく、特別主人公ムーブでもないと思う。グエルみたいな文化安く根が前世でまっすぐないいキャラはガンダムで言うとアナザー系シャディクの絶妙な塩梅の多面性やめんどくささは宇宙世紀を感じる。同じガンダムしてるでもグエルは典型的なガンダム主人公で、シャディクの方は執着してくる敵キャラなんだよ。全く逆なんだわ。どう考えてもミオリネに惚れてる場合じゃないし、諦めなきゃいけない立場なのに。だからサビーナがシャディクしてるこの時はしてなかったからブレーキなかったんだな。諦めないならミオリネの心を大切にして守れよって思う。現状諦めないままミオリネを蹂躙してる意味のわからない人だ。シャディク傍観者説たまに見るけど、やゆでもさすがに無理ないか、役割分担がわからないのかね。最前線突っ切ってるだろ、どう見ても。これに関してはだろ、ストーリー的には牽引してる人よ。前線に出てこないで指揮するポジションだから、白っ子とかに当てはめて傍観者って言いたい人が多いんだろ。あとミオリネに関してはマジで内心くすぶってただけで何もしてないし、この場合は正しい。何度も交渉したり拘束追加したりでいろいろやってね。せめて自分の生まれを卑下したり気にしている描写があれば少しでもわかるんだけど、それもなくてこの辺ぼんやりしてるんよな。これだけいいでもいいけど、どっちかくらいは欲しい。まあ生まれを少しも気にしてないわけはないんだろうけども。作中のアーシアンの扱い見てて、紛争地域の元孤児でガールズもみんなアーシアンの集まりって言ったらお察しだろ。目的と心理が噛み合わないのは人間らしい。坂戸どのキャラも割と記号的じゃない人間らしさ書いてると思うんだけど、シャディクは悪目立ちしすぎてるのか、やたら笑われてるな。最初に分かったシャディクのキャラがミオリネ好きすぎて何してんのだし、おかげでミオリネゲットで総裁獲得の最短ルート捨ててるし、中途半端かつダメな方向に向いてるのがあからさまでね。恋でバグってるところが可愛げでもあって好きなんだ。複雑そうで意外とシンプルなキャラだよな。成り上がりの卑屈さとか変なプライドとかはありそうだけど、好きな人は幸せになってほしい。目的を果たすためなら手段は選ばない。の一本通行で食う回ってるという。もう少し、あと一歩描写があれば一気にクリアになるんだけど、現状まだもやがかかってる印象だからこそシャディ活はやめられないが、俺はグエルシャディク周りからガンダムを感じてる。いろいろ知ってていろんなところとつながりがあるからこそ、そのセリフなんだと思ってた。いろいろ事情が複雑だから表だって動きづらいのかなって。だってベネリットグループ解体しようとしてる人間がベネリットグループ総裁の娘とねえ。目的のために手段を選ばないならミオリネ手に入れて総裁狙いが一番だからな。決闘いやいやとか下道も選ぶが、それとは別にやりたくないことはあんま選ばないキャラ。自己保身が強いキャラだと思う。自己保身というか自己愛だよね。怪我した発言が一番わかりやすいけど、単純にそこは年相応ってだけな気も。感情を置いてきぼりにしたせいで少し幼い可能性もあるし、少年の心と頭脳と立場のせめぎ合い、可愛げのないルルーシュとか言われてたけど、元祖のシャアに近いような気もする。ミオリネゲットしたってどうせグループぶっ壊すんだし、そういう悲しませ方はしたくないんだろ。そこがまさに手段を選んでるというか、どうせ最後におじゃんだからミオリネがどうなろうと知ったことじゃないと離れないのよねこいつ。それはそうだろう、だからこそのバグ挙動で気持ち悪いとか言われてるんだし、というか知ったことじゃないとか言うくらいなら最初からゲットしに行かないだろ。あくまでミオリネは個人として好きなだけだ。いや本当にどうでもいいならビムのように利用するために手に入れる。どうでもよくないから手に入れて利用しろ、ができない。シャディクの説明はマジでミオリネ関連でノーバグを起こすが一番わかりやすいと思う。過去とか心情とか想像できるほどの知能を全ての視聴者が持ってるわけじゃないし、ミオリネミオリネ言ってるけど、これ以降ミオリネを理由に行動変えたことはないんだよね。それはそう言ってるだけで、あとは淡々とやってる。宇宙議会連合とオックスアースの件知ってるなら株ガンなんて焦るよな。とにかく一枚かませてくれってなるんじゃね。実際宇宙議会連合のマツコが近づいてきたしな。
まあ結婚するからには守らねばならない、幸せにしなくてはならないって規範なり責任感はあるんだろうな。しかしそれを全うできるとは思ってないから、義務そのものを放棄してるスレッタやグエルに妙に切れ出すのもこいつの中のルールに反してるように見えるからだろう。でも大きなお世話なんだよ。大きなお世話ほんまそれ。スレタイのセリフは自分でミオリネ追い込んで救いの手を差し伸べる自作自演、見破られた後で堂々とこれが言えるのすごいというかちょっとヤバいと思う。あとそういうやつと知ってるのにホルダー花婿にならないか聞くくらいには思ってたミオリネもちょっとヤバいと思う。まあミオリネはスレッタいなきゃぼっちだった頃だし、シャディクが踏み出してれば孤独ではなかったんだ。ミオリネはずっと綺麗なままでいて欲しかったから、生まれた時点で汚れた自分なんかが、生まれとか育ちとかミオリネは気にしないのに。ミオリネは気にしないだろうけど、これまでの人生で出会う人ほとんどが気にしてきたんだろうし、しゃあないね。一部の視聴者の中ではそれが確定になってるけど、みんな私をトロフィー扱いする俺は違うよ、だから臆病な恋心ゆえだろ。その臆病さの原因は何かってことでしょ。え？トロフィー扱いして嫌われたくないから。トロフィーとしてじゃなく君自身を愛してるって言えたらよかっただけなんだよ。でも言えなかったのが本当の臆病さだろう。根本的に卑屈なんだよなこいつ。なんというか心が貧しい。むしろダメな意味で意地汚さが足りないからこうなる。もっと狙いに行けばいいのに。つまるところ自分をさらけ出す勇気がないのでは。リングにすら上がれない男が何言う天然となるのがの場面。シャディクがもっと自分の気持ちに正直だったら、ミオリネと結ばれて次期総裁になって地球救えたんではと思うわ。そしたらスレッタはミオリネと結ばれないから4号かグエルと結ばれてたな。総裁になれば救えるのならデリングが動けるしな。戦争シェアリングは、シャディクは素直に告白しててもどっかでミオリネと対等にならないと瓦解しそう。付き合ってもシャディクはミオリネを綺麗なままでいてほしいと思うだろうし、一緒に歩いていくようになるきっかけが必要。スレッタとは違う意味で対等からずれて破局しそうなんだよね。ミオリネの方がシャディクの庇護対象になるし、そういう一方的な関係をミオリネは望まない。シャディミオのこういうやりとりをはためから何度も見てる。シャディガはこいつだけはキープ君にすらしたくねえって思ってそう。ミオリネとか利用価値しかないから積極的に手に入れる。それができないなら消す。現にできてないから面倒な対抗馬が現れた。計画のためなら放置が一番良くないし、それでも放置してしまうのがこいつの本性なんだろう。シャディクは割と重度のコンプレックスマンだから、ミオリネを特別扱いしないつもりでめっちゃ特別扱いしてるし、エリート揃いの地球寮に対してはフォローするどころか罪をなすりつけるようなことをするって印象。まあ見てる感じミオリネもシャディクに甘えたい気持ちはあったように思えるから、その辺は難しいな。守ってほしいとかそういうんじゃないけども、シャディクがスペアシハーフの孤児だとか、グループの解体だとか、アシアンの解放だとか、そういうしがらみも何もないサリウスの実施のただの恋するボンボンだったら、あの時踏み出せたのかどうかは永遠に書かれることのない IF だからわからないね。見たまんまのチャラ男でちょっかい出そうと頑張ってそう。何のしがらみのないただの坊ちゃんでも恥ずかしさで告白を撤回するからな。踏み出せないのは普通にシャディクの性格由来かもしれないし、お涙頂戴もあり得る。グエルのことならあれこそ親のしがらみで撤回したんじゃねえのツンデレでもあるだろうけど、若者特有のカッコつけなプライドだと思う。それもあるかもだけど、スレッタじゃビムの意に沿わないんだから、いずれにせよ撤回せざるを得ない。指図されてもそれを素直に言えるわけないから、結局あの態度だと思うわ。だって男の子だもん。自分は守ってあげたいと思ってて、結果として対等さが欠けてしまうなら別に問題ないっていうか、それこそ話し合えばいいって思うんだけど、シャディクってミオリネに変わってほしくないってアイドルオタクみたいな気持ちが先にあって、その付属的に守りたい、変化させたくないって行動に出てる節を感じてしまい、なんかいや個人の解釈なんだけど、こういうことを言うと怒られそうだが、水星の花嫁花婿と御三家パイロット5号の族は全員特定の相手を過剰に美化しちゃってる部分があるから、その辺について次回触れるかも。そういうところはすごくあると思うし、人間完全に理想抜きで相手を見るっていうのは難しいから、一緒にいるうちに徐々にすり合わせていく部分だと思う。
ただシャディクの場合はミオリネが死ぬかもしれない時は運が良ければと言っておきながら、今回は汚したな、なので幻想本人の命って感じがしてしまうってことが言いたかった。ミオリネの思いは本物なのは確かだけど、まあグエルに対して紛失礼かつ踏み台にしてるって言われたら反論できんし、ナスレッタに対してもかなり何言ってるのって態度と言動してたし、頭ぶち抜きとシャデイクでのガス抜きはうまくいってたと思う。というか気持ちは本物ではあるだろうけど、正直ミオリネに対しても大概ひどすぎると思ったも言ってるように見捨てようとしたくせにって感じもあるし、お姫様扱いっぽいのもかなりきつい、いろんな側面があるキャラなんだろうけど、もうちょっと見せ方をわかりやすくしてほしかった。のうちで作り上げた理想の守られるべきお姫様像みたいな感じ？グエルは相手役の王子だが、実はシャディク自身がなりたかった理想の自分、実際はそれぞれ人生があり独立して対等な立場の現実の人間二人に自分の理想を押し付けてるからおかしなことになってる。その割にクエタテロの運が良ければあってのがわからないんだけど、他人に傷つけられるのは許せないけど自分の手で死ぬのはありって考え、自分こそがミオリネの運命を握ってる的な。グエルやスレッタへの評価見るにミオリネを綺麗なまま守れる強さを相手に求めてる気がする。王子より騎士か、もしかしてプリンスだから王子役は譲ってないのか、話せない事情が多すぎるのが結局問題なのよね。デリングは話そうと思えばできただろうけど、シャディクは絶対できないからミオリネには同じにしか見えない。ミオリネ、あんたは結局誰も信用していないのよ。この発言は当時的外れに思えたが、19話の怪我したな発言を見ると当たってたね。結局信用しているとは思っているグエルにも信用していなかった。まあそのミオリネ発言を並べていくと、シャディクはデリングと同じで一人で抱え込んでみんなに恨まれるやつだし、それを指摘したミオリネ自身も同じ道を歩んでしまってるのは意図的にやってるんじゃないかな。生まれゆえに自分を下に見て卑屈になるのを心が貧しいって言っちゃうのか。踏み出す勇気のなかったチキン野郎ってのは自分でも認めていること。実際情けない奴なんだけど、ミオリネの感情で計画に支障が出てる場面ってほとんどないんだよね。それゆえにたまに漏れ出るミオリネの思いが最高にキモい褒め言葉。ガールズの前とか自分一人の時とかじゃなくてミオリネ本人に言うから、などういう感情抱いてほしいんだよ。とりあえずミオリネはビジネスパートナーはグエル、プライベートのパートナーはスレッタでうまくいきそうだから、入る余地がほんとないんだよね君。シャディクはミオリネの前だといつもヘラヘラしてるからな、軽薄イメージもつきまとってんだろう。音質では神妙な顔してたが、基本どちらかが背を向けてて目を合わせてないし、マジかを見せたのは決闘申し込んできた時の寄せくらい。ミオリネも全然向き合ってないし、まずは面付き合わせるところからだよなこいつら。ミオリネは昔はともかく今はシャディクの正面っていうこときっぱり言ってないか、視聴者の見慣れたミオリネ。一個人同士、二人きりでのことだよ。ビジネスの場やら他に人がいるところなら最初からどちらもきっぱりしとる。まあ話してほしいはしてほしいんだけど、妄想しようとすると、いや、今さらどんな話をしろっちゅうねんという身も蓋もない感想が出てきてしまう。情けないとかキモいとか散々な言われようだけど大胆に踏み込んだじゃんね。シャディクの隣に立つのは俺だとか本心以外の何者でもなかった老子さ、ミオリネも好きだったなら半歩ぐらい自分から踏み出してあげればよかったのにと思う。そういうのは当人の正面に立って言わないとダメなんですよ。思いというのは伝えようとする努力こそが必要なんですよ。今更だったんだよ。あの時はミオリネもシャディクも踏み出せなかったし、シャディクが本心を吐き出せたあの瞬間にはミオリネの隣にはもうスレッタがいた。ちょうどスレ立ってるけど、ミオリネ右、シャディクはわかんない点も多いから好きだったというのも解釈分かれる感じではある。ミオリネ側はシャディクの隣に立ちたかったわけではない定期。スレッタに行ってもしゃあないだろこんな劇場。大義のためならホルダー制を利用するべきで、個人的心情でホルダー制を利用しないというのはいいけど、じゃあミオリネの幸せ、利益になるようにしているかというとそうではない。むしろ積極的に大義とは関係なく不利益になるように行動してくる行動がちぐはぐすぎてわからんキャラ。
シャフ的に厳しいだろうけど、シャディクとミオリネの馴れ初めスペシャルやって欲しかったなぁ。これからやられるであろう悪役ポジだとしてもっといろいろ知りたかった。曇り切った目で見れば可愛げの塊だと思う。すごいいいキャラしてる。刺さる層には相当刺さるキャラだと思う。こういう多面的で矛盾をはらんだキャラクターは壺に入ると沼る。こういう矛盾はらんだキャラは作中でそれを指摘してくれる対等以上の力関係の友人とかがいればかなり一般視聴者にもわかりやすくなるんだけどな。現状自分とミオリネの間にいる人間グエルとスレッタに対してかなり一方的に当たってるから、そこ解消しないとまっすぐ見てもらえない。自分をさらけ出せないいじましさを可愛いと思うか、自分をさらけ出さない姑息さを可愛くないと思うか、受けてはここで分かれるな。こいつ決闘に勝ってミオリネの婚約者になれてたらどうしてたんだろうな。本編通りに陰謀進めたらミオリネを汚すことになるし、もっとゆるゆるやっていくかってなったんだろうか。ミオリネって正面切ってるように見えて、親父ともなかなか向き合えてなかったし、スレッタとも2期で再会するまでメールもスルーしてたりと、内面はかなり臆病な部分があって、シャディクも山嵐だから、本編前の2人はあんなん失礼だったんだろう。メールスルー派携帯没収されていたからのはず。いや普通に戻ってからも送ってないし、そもそもスレッタのやめなさいをプロスペラが何かしたからで、普段のスレッタは違うと思いたかった部分はあるかと。変身の有無って書かれてないし、別に変身しなきゃいけないわけでもないんじゃないか。メールは見てるよ。変身があったならスレッタが再会した時にあんなぎこちない反応にならないよ。ミオリネの内面は実は臆病というのは賛成なんだけど、デリングに関してはあっちが大事にしてませんアピールで避けてたと思う。あと一歩ってタイトルもミオリネにかかってるような話だったし、山嵐感もあるし、結局似た者同士ってやつなんだろうな。相手の考え見通せるところも、目的のために好きでもないやつと婚約しちゃうところも、そんな感じか。性格そう、親父はミオリネが乗り込んでいってもまともに取り合わないし話聞かないじゃん。なんでシャディクがミオリネをここまで特別扱いで申請してるのかがわからない。本物の上流のグエルみたいな立場だったらわからなくはないけど、ミオリネは総裁の娘と入っても真相の令嬢とかじゃなくて成り上がりの軍人の娘なんだが、しかもアーシアンハーフだっけ。恋する相手に血筋や身分関係あるの？てか真相の令嬢に惚れるシャディクか？それを守りたいと思うか？ハーフなのはシャディクも一緒だが、育った環境が違いすぎたんだろ。幼少の頃はそんなの気にせずコンペとかできたけど、会社を手伝うようになったシャディクと親にそういうところから切り離された、鳥かご生活させられてるミオリネじゃ立場の違いは浮き彫りになるし、スペアシハーフは逆にだからこそって感じもする。彗星でハーフ設定が明言されてるの、現状シャディクとミオリネの二人だけだから、何か意味があるのかと気になってる。俺が好きになったから特別扱いしてるだけだ、なんだろう結局は。所詮みんな貴族じゃなくて商人だし、ビムもライバルの頭はたいて出世したやつだぞ。OP のエアプミオリネには絶対に惚れないと思う。シャディクもスレッタもミオリネのどこが好きかって言うと、やっぱりあの精神の気高さだろう。怪我したのがマジで意味わからん。グエルとバッチリ言う。9話は話の流れもよくまとまってる、総合点の高い回だったが、これとトマトカットも横レンボさんの結末としてあまりにも芸術点高いなんだよな。神回。明日はグラスレイ用舞台になるだろうから、シャディクの情報開示には期待したい。尺がないならケナンジとか別キャラに数秒喋らせるだけでいいんだよね。とにかく解像度が上がる情報が欲しいぜ。まあシャディクとミオリネパートは明日に限らずどっかしらで尺取ると思うけど、多分シャディクは自分がミオリネと釣り合うわけがないけど、ミオリネが頼れるポジションになれればいいなと思ってる気がする。実際はミオリネのやること邪魔したり気持ち無視するから一切信頼されなくなってしまったと。その綺麗なままっていうの体の純潔とかではないから、物理的な意味での守るではないんだよな。財とかそういうのでもそれができるのって、結局ミオリネが強い結びつきを持つ株顔メンバーじゃねえのかな。実際交渉はそのおかげで成功したし、ミオリネの理念はその時点ではしっかり守れてた。守りたいのはミオリネの理念じゃなくて、シャデイクの思う汚れなきミオリネだから、株顔じゃ何も守れないと判断するんじゃないかな。虐殺やらシェアリングやらの汚れに関わらせない、かつ物理的に守れる力を持ってなければいけない。
結局そのミオリネって罪に汚れてない以外一体どこの誰で何をして生きてるんだって感じだな。心に一本芯のある理念と仲間がいればそれを拭うこともできるんだけどな。もう可能性の話だけど、総裁選挙の後ろ盾はグエルじゃなくてシャディクでもよかったんだよな。あの時はまだテロ起こした張本人とか知らなかったし、サビーナにシャディクが釘刺されてたから無理かもだけど、テロ首謀者の件とベネリット売却の件知ったら曇りそうだけど、ミオリネがシャディク側にメリットを提示できないからね。 CEO 誘拐はあるけど傾いてるレベルではないし、共犯者には選べないな。目的はスレッタをプロスペラとエアリアルから引き剥がすこと、あとプロスペラの計画に関わっていくことになる自分から話すこと、グエルがスレッタのこと本気で好きだから選んだし、ジェターク社がピンチなのも都合が良かった、ジェタークにもどこかの後ろ盾が必要な状態だから、別に理念掲げて仲間と医療やってればシャディク的にもそれでいいんじゃねと思うけどな。9話の決闘後とかスレッタをフォローしてるし、ただガンド医療はガンドな時点でいろいろ絡んでるから難しいが、シャディクの中のミオリネ像がすごいことになってそうで怖いもの見たさで見てみたくはある。シャディクの中のミオリネ像は視聴者と対して変わらんと思う。ゾーン室の中のミオリネをそのまま今回みたいな血みどろから遠ざけたかっただけで言葉に誘導されすぎかと。綺麗なままでいてほしいってのが批判的に言われがちだけど、一つ間違えるだけで大量殺人が起きるような世界とは関わらせたくないってのは当然の人情だからな。ミオリネにその意思がなくても、事故や悪意ある第三者がいればそうなってしまうことは19話で証明されちゃったし、シャディクの語彙が気持ち悪いだけでミオリネのことは普通に好きなだけなんじゃないかな。好きな人の好きになった部分にそのままであってほしいと思うのは当然だろうし、てめえはこの世にいちゃいけねえやつだ。一体何考えてたんだ？本当に気持ち悪いよ。シャディクとガールズ痛い目見ないかなマジで。あと3話じゃ厳しいか？シャディファンに辛い過去がどうこう言われてもこいつら主人公じゃないし敵だからイライラするだけなんよな。ガールズ平然としてたし最終話あたりでしれっと脱獄してるんだろうな。結局シャディクもガールズも命がけて戦ってる姿というのが最後の最後まで書かれなかったからな。死の恐怖に怯えて、怒りに燃えてたノレアと対比してこいつらの戦いにはドラマが全く感じられない。覚悟感決まりって言われてるけどずっと安全圏で戦ってたという風にしか視聴者側には映らなかった。無理、シャディクたちを裁くには議会連合がグループ解体しないといけないけどそれだとシャディクの思い通りになる。解体されない場合企業行政法があるからおそらくグループ内で裁かれることになるけど、ミオリネが総裁になってて誰かを死なせるのはもう嫌と言ってるので極刑はない。もうこの時点で手遅れであったという。一途だし、目的に対しても必死なんだろうけど、何かずれてる感じがあるんだよな。それがシャディクの魅力なのかもしれんが、9話のあのことがきっかけで計画しましたみたいな告白するの。最強に気持ち悪いし卑怯なやつだなって思っちゃったわ。聞かれたから答えただけだよ。てっきりシャディクはずっと前からベネリットグループ解体を計画、準備してて、グループ解体後のミオリネが路頭に迷わないようグエルに託したと思ってたんだがなぁ、全く違ったみたいで恥ずかしい。これがきっかけだ、って言葉が、今回ラストでほぼ関係ないミオリネをさらに追い詰めさせたようなもんだからね。本人にそのつもりはないかもしれんが、不幸を撒き散らすことしかできない哀れなテロリストだよ。このシャディクの気持ち悪い未練タラタラだからこそ相手にちょっとでも自分を振ったことでこうなったんだよみたいなダメージを与えたいって気持ちはすごくわかるのですが、皆さんもわかりませんか？救われたのか？俺以外の誰かに。男は百合の当て馬でしかないんだからシャシャリ出るなと言いたい。お前はここにシャシャリ出るな。巣穴にこもってろ。アルセウス黙れ小僧貴様にあの娘の難がわかるのだ。感情を心にしまい込み、その心の中で涙を流していたあの娘を育てたのが私だ。そんなあの娘を貴様ごときテロリスト風情が救えるか。そこで真正面から気持ちを伝えられるのが明日か様で日はって遠回しな言葉でごまかすのがシャディクだ。シャディク周りはもうちょい過去話とか知りたいな行動の結果しか見えないとマジでなんやこいつってなる。
まあ多分だけど過去を詳細に書くと放送できない、特にシャディクがあるずこととか、どんな理由があろうとテロ起こしたシャディクたちに同情的に思わせる方に書けないとかあるんだろうなと。キラヨシカゲ犯罪者には人権がないとでも、ミオリネと結ばれないなら俺は行動を起こして死人でまくるから絶対にミオリネは曇る。改めて聞くぞ、俺以外に誰がミオリネを救えるんだ？結ばれても行動は起こすでしょ、シャディクは、というか周りが起こさせるよ。だからシャディクとしては思ってはいても踏み込んじゃいけないし、分かっていてもはっきりと拒絶されたらそれはそれで傷つく。スレッタ、マーキュリーと地球寮の愉快な仲間たち。何があれって能力的にはマジでミオリネの隣で仕事するのに最良クラスの能力を持ってること。経営面、政治面はミオリネに意見できる程度にやれるし、一人で突っ走りがちな気質も知ってるからサポートのやり方もわかってる。ミオリネが持ってない武力面も MS の操縦から戦術考案までやれる知識ももちろんできる。本音を話さないから信用できないという欠点が大きすぎてミオリネから信用されないのが全ての利点を帳消しにしてる。こいつがヘタレじゃなければ歴史が変わったレベルのヘタレ。シャディクが計画諦めてミオリネに踏み出してたらマジで歴史変わりそうなんだよな。ミオリネも回想の時点ではシャディクが踏み出してきたなら答える気があったみたいだし、シャディクの能力と実績ならデリングの目にかなう可能性だって十分あった。サリウスがシャディクのことをちゃんと息子として認めてるもんだからなおさら、暗躍じゃなく真っ当な手立てでいくらでもやりようあったのでは？感あるんだよね。目的が社会構造の破壊の時点でやりようなんてないでしょ。平和的な道なんて最初から存在してないんだ。アーシアン勢力を拡大させつつ総裁を継いでからグループ解散という極めて穏当な手段があるぞ。本当の目的が混乱混沌を起こしたいだけなら知らん。地球への投資を増やしつつアカデミーを発展させてニカのような理想と学力を持った人間を量産していく、というのはできただろうしね。ミオリネと結婚して戦争シェアリング解体じゃダメだったんかね？ミオリネだって理想はアーシアンとスペーシアンの和解だし一緒に頑張ってくれそうなのに。サジキ本人がスペーシアンに混ざって教育を受ける穏当な融和ルートに乗っかってた上であれなので、そのやり方じゃスピードが遅すぎるって判断したんじゃないかな。もしそうだったとするならやっぱり英雄願望が強すぎたんだろうね。テロリストか革命家にはなれるけど政治家にはなれない。ミオリネの隣に立つのも無理。こいつがコーンポタージュになることでしか救いようがないやろ。ミオリネ関連のシャディクの脳の尺枯れ具合、彼が最後まで手放せなかった唯一の年相応な弱さっぽくて好きなんだよ。キモいけど、キモ男同士ラウダと戦って追消滅してくれ。さすがにラウダをあれと同列にはかわいそうや。なので同じレベルのキモさ深いサナヨン BBA たちと一体化してバターになるのが一番丸いんじゃないかな。憧れのお姫様の隣に立つのは俺と違って尊い身分の王子様じゃなきゃやだやだってのがこじれすぎて、本人もよくわからなくなってそう。こいつ普段どこまで妄想してんだろうな。外見はすごいいいけど、中身がキモくてね。ミオリネとの面会シーンもきつかった。スペーシアンの経済が戦争シェアリングを基盤に回ってる以上、ミオリネが頭角を現せばどこかでスペア氏問題にぶつかることになるからな。ミオリネ自身にその気がなくても、何か一つ歯車がずれただけでクイーンハーバーは起きる。立場や出自に多分に上場する面はあれど、運が良ければ生き残るだろのセリフ一点において、こいつを擁護する気にはなれん。というか汚い世界に関わらせて怪我されるのは NG で、自分が主導するテロに巻き込まれて死ぬのは OK というロジックが、独善的すぎておぞましいわ。こいつ余計なことしかしてないのが一番草生える。すごいな、シャディク嫌いすぎて考察とも言えない妄想を根拠にシャディクを叩いてる。内海奥様は脚本の犠牲になったのだ。勘あって退場するときには同情すら覚えたけど、コンポタに関してはただただなんだこいつって感じでよくわかんねえ。今回こいつがガールズの原型願い出てたことに驚いたんだが、あの虐殺 OK の世界であれやらかしてなんで生き残れると思えるんだ？もしかしてアメリカみたいに死刑廃止者殺は OK な世界なのか？
問答無用の虐殺はオッケーだけど一度捕まえたら死刑は許されない世界なの？だとしても懲役何百年となりそうだけど、あの世界の刑罰が全く想像できない。出てきた虐殺は一応手順を踏んでるからオッケーなのでは。地球は常時戦場扱い、デリングは虐殺前に根回しと宣戦布告はしたみたいな感じで、自分は死刑でも他のガールズは懲役で、というくらいの話でしょ。無期でも仕方ないが、できれば有期、という、テログループでもきちんと裁判にかかった場合、全員を死刑にするというのはなかなかないよ。